ダブリンの熱々夫婦。この番組は家族、友人、恋人、ご近所、人と人とのつながりや絆をテーマに、日曜日の朝あなたの心をほっと温めたい、そんな思いをテーマにした癒し系番組です。おはようございます、原田信郎です。おはようございます、遠藤信子です。お便りをいただいております。神戸市西区のラジオネーム富山さんの旦那さんからいただきました。ありがとうございます。61歳の方です。はい。近くの公園、播磨中央公園というところに、うん、嫁とバラを見に行きました。あ、今季節ですね。子犬が好きな嫁は、うん、まあかわいいとよその犬と一緒に写真を撮りたがります。いっぱい犬をね、散歩にしに来はるんですよ。あ、そうですよ ね、うん、でそのうち一匹が懐いて、うん、いつまでもついてきて困りました。別れを惜しんで嫁は泣きました。すごい、もう犬ってもう大好きなんですよね。大好きなんだ、奥さんが ね、 ね、いや、でもあのよその犬と一緒に写真を撮ってる方って意外といないでしょ。珍しいですよ、うん、いやー可愛いねって言っていながらも、うんうんうん、でもうちの子が一番可愛いなってみんな思ってるんですよ。確かにね。それでもどの犬も可愛く見えるんでしょうね、この奥さんは。この奥さんは飼ってはいらっしゃらないのかもしれないですよね、うん、飼いたいけど。そうやろうね。だから写真を撮ってね、はい、かな。いやでも犬も分かるんでしょうね、好きな人。そう、絶対分かる。あ、この人は犬のことが好きやと、うん、で私のことも大好きだなと分かったら、うん、その犬も懐いてきますからね。ついていった、はいはい、別れを惜しんで嫁は泣きましたって。泣くんだ。いやそれぐらい ね、犬が大好きな奥様です。いやね、優しい方なんでしょうね。そうでしょう ね、ありがとうございました。皆さんからいろんなメッセージをお待ちしています。日曜日の朝、あなたの心をほっと温めるのぶりんの熱々夫婦、最後までお付き合いください。この番組はバリューネットワーク、生豆腐の藤田食品の提供でお送りします。のぶりんの熱々夫婦、 AM1179FM906 MBS ラジオからお送りしています。私のうふふ。皆さんの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふふと笑ってしまうようないろんなお便りをご紹介します。そして番組で紹介したメッセージは、うふうふふうふふふふふのうふポイントで評価します。今週最もたくさんのうふふを獲得したお便りには、のぶりんの書直筆サイン入りクリアファイルをプレゼントいたします。はい、それでは早速最初のうふふでございます。はい、西宮市のラジオネームとことこみしんさん、66歳の女性でございます。ありがとうございます。うちのベランダでは春になり、うん、ビオラ、マーガレット、キンセンカなどが待ってましたと、すくすく成長しています。わあ、素敵。暖かい日差しを浴びて、綺麗な花を咲かせています。わあ、いいですね。咲き終わった花を摘んであげると、つぼみが栄養をもらって、また綺麗な花を咲かせてくれます。あ、咲き終わって花びらを閉じた花は、目立たないように首を下げ、センター部分から静かに退きます。うわぁ。なんて素敵なんでしょう。次に咲くつぼみのことを考えて、自ら身を引く姿に、いつも感動しています。うわぁ。
はあ、うん、いやでもこれそういう具合に見たことなかったわ。そうです、その 見る感性が素敵ですよね、うん、この方ね、うん、首を下げてそろそろ私行くんで、うん、次この子来るんで、そうっていう。って言って静かに退く、ね。センターから退くっていう。センター真ん中にいたのに、そっから退いて。卒業します。そのセンターを次の花に。素晴らしい。託すというか。すごい。いや、ね、今度そんな目で見てみよう。ほんまやね。ね、素敵なお話でした。はい、とことこミシンさん。ありがとうございます。素晴らしいです。でもそれだけ愛情をかけてね、育ててらっしゃるんですね。お花が好きなんでしょうね。ね、行きましょう。じゃあこのお便りのほのぼの度合いは。花をそのように見られるあなたは素晴らしい方です。いや本当素敵です、ありがとうございました、ね、教えてもらいました。じゃあこちらもご紹介しましょう。こちらは神戸市にお住まいのラジオネーム新緑大好きさんからいただきました。緑がね、はい、女性の方です。家族みんなで旅行に行って、うん、私たち夫婦の還暦祝いをしてくれるはずが、うん、新型コロナのせいで2回も旅行をキャンセルして、お祝いは流れてました。はい。多いですよね、そういう方ね。うんうんうん、今年やっと3度目の正直で、うん、孫も1人増えて、還暦祝いをすることができました。うん、ああ、よかった。ケーキカットも用意してくれて、2度目の人生スタートです。うん、主人から、頬にキスのサプライズもあり、幸せ満開でした。いやー、おめでとうございます。おめでとうございます、よかった。いやー、それからもうずっと ねこうやって皆さん我慢したはったんですよ。いや本当ですよ ねやっとね、3年間我慢して、うん、そう、去年やったらこの頬にキスなかったかもしれへんし、頬にキスしてそしてさようなら、さようなら言うたらあかんやあかんか、あかんか、さようなら、なんちゅう歌やすか幸せ満開なんですが、よかったね、おめでとうございました。安江長くね、お幸せに ねだから待っただけのまあね、ことはね、そうですよね、逆に言ったらありますよね、うん、なんかこれ、うん、余計喜び増えてますもんね、今3年ぶりのイベントとかね、お祭りも ねそういうみんな我慢して頑張りましたよね、はい、ありがとうございました。じゃあ行きましょう。このお便りのほのぼの度合いは、おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、では今週の夫婦大賞なんですが、はい、やはりあのセンターを退くという花の哲学的な、はい、お話をいただきましたので、はい、とことこミシンさんに差し上げたいと思います。皆さんからも夫婦なエピソードお待ちしています。以上、私の夫婦でした。ノブリンの熱々夫婦番組では、私の夫婦エピソードを募集中。あなたの周りで起こった喜怒哀楽、聞くと思わずうふっと笑ってしまうようなエピソードを番組までお送りください。メールは fufu@mbs1179.comfufu@mbs1179.com まで。豪華プレゼント盛りだくさんですよ。皆さんのお便りお待ちしています。思い出夫婦、あの日、あの時、あの音楽。このコーナーでは、皆さんからいただいた人生の思い出にまつわる曲のリクエストをご紹介します。本日のリクエストのお便りはこちらです。八尾市にお住まいのラジオネーム花ちゃんのばあばさんからいただきました。女性の方です。今から50年近く前の話です。当時私は宮城県の仙台に住んでいました。はい、森の都仙台、緑の多い美しい町でした。ある時、地元の放送局の募集で視聴者の書いた詩に佐藤宗幸さんが曲をつけるという企画があり、早速応募しました。幸運にも通過し、私の詩に素敵な曲がついたのです。夢のような出来事でした。その曲ではないのですが、佐藤宗幸さんの曲をリクエストします。静かで穏やかな歌声が今も忘れられません。
ではお届けしましょう。佐藤宗幸、青葉城恋歌。広瀬川流れる岸辺、思い出は帰らず、早瀬踊る光に揺れていた君の瞳。時は巡りまた夏が来て、あの日と同じ流れの岸、瀬尾とゆかしき森の都、あの人はもういない。こういうの嬉しいですよね。自分の詩に歌にこうねしていただくって。そう、佐藤宗幸さんがねえ、ね、曲をつけてくれたんでしょ。いい思い出ですよね。すごいすごい。さあ、この曲は1978年昭和53年の曲ということなんですが、はい、さあここでクイズいってみましょう。はい、この年人気時代劇暴れん坊将軍の放送が開始されました。うん、主演の松平健さんが演じる暴れん坊将軍こと徳川吉宗は和歌山城で生まれました。お、さてそんな和歌山城はお城の敷地内に無料で楽しめるとあるものがあります。うん、さあそれは一体何でしょうか。天守閣からね。天守閣から、天守閣から、はい、吹き矢。吹き矢、吹き矢で的がこうあるんですよ。ゲームみたいに。そうそう、そっからってやったら、でパーンって当たったら、なんかあのおめでとうございます、お城のキーホルダーとか、グッズくれるとか、うん、いいですねそれ。違います。ちゃうんかい。まあ暴れん坊将軍だからヒヒーンっていう、ヒヒヒーンっていうのもいてるかな。え、動物。は、はい、ああ、え、動物園。はい、正解。動物園あった。動物園があるんですって、お城に。はい、これ全国でも珍しい動物園で、大正時代の開園以来無料で運営していて、今も残っていて、これすごいですよ、合計50種166点の動物を飼育展示しています。子供も楽しいですよね。お城も行けるしね。もう猿とか見てるのが一番好き。確かに。ずっと見ちゃいますよね。ありがとうございました。ということで、このコーナーでは皆さんからのあの日あの時に聞いた人生の思い出にまつわる曲のリクエストお待ちしています。今回リクエストをご紹介させていただいたラジオネーム花ちゃんのバーバさんにはこちらです。お肉のミヤビヤからプロが厳選した7000円相当の焼肉用のお肉とオリジナルブランドの焼肉のタレみやびをセットにして差し上げます。焼肉のタレみやびは多数の店舗で販売していますが、店頭に並べてもすぐに品薄状態になるという大人気商品です。美味しさのあまりご家族全員が笑顔になることを。間違いございませんよ。以上、思い出夫婦でした。のぶりんの熱々ふうふう。 AM1179 FM906 MBS ラジオからお送りしています。続いてはこのコーナー、聞き逃すサンデー。このコーナーは角谷声優の提供でお送りします。おはようございます。MBS ラジオのシャカリキプレゼンター、ビッグムーン大月こと大月勇です。のぶろうさん、遠藤さん、今日もどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、今日ご紹介するのは、これ紹介するたびたくさんのご注文いただきます、ごまを極めた会社が作った美味しすぎるかりんとうです。こちら、
角屋製油株式会社から角屋のごまかりんとう黒ごまのご紹介です。イエーイ。もう大好きこれ。このかりんとう美味しいんですよね。いい、まあ先ほどからのごまごまごまと言っておりますが、うん、もうごま三昧のかりんとうなんですよ。そうなんです。で、ごま油といえば、うん、このスタジオにもね、持ってきました。黄色いキャップに黄色いラベルの、このごま油ですよね。ある。もう、大概のうちにあるんですか。まあ皆さんもイメージされてると思います。そう、もうごま油って聞いたら、もうこの形、この色、うん、ね、この角屋の純正ごま油を思い浮かべると思います。はい、まあ正真正銘、ごま 100% の、もう混じりっけなしのごま油。売り上げ、ナンバーワン。ごま油。そうでしょ。そうですよね。他に作ってあるとこあるの？いや、あるにはあると思いますが、でもやっぱりトップブランドです。いや、知ってるのはここしか知らない。はいはい、そうです。でね、この、角屋の、まあ、ごま油、角屋製油さんの創業って、はい、あのね、もう、江戸時代なんですよ。安政5年。すごい。はい。西暦に直しますと、1858年。香川県は、小豆島が、創業の地。でございまして、はい、まあ、あの小豆島っていうのは手延べそうめんでも有名でございます。そのそうめん作りにごま油っていうのは欠かせないので、まあ、角屋の歴史はそこから始まったわけなんです。なるほど。まあ、今でもフェリーで小豆島の港、あの殿商港で殿商、ね、ありますが、はい、うん、つくなと思ったら、うん、海沿いにこの角屋の工場が大きくドーンと。すごい大きな看板が出てるんですよ。できまして、ね、もうそこからもう、うん、ごま油の香ばしい香りがですよ。もう漂ってきまして、小豆島来たなぁと、思うわけでございます。まあ、そんな、この創業から160年以上、もう、ごま一筋の、角屋製油さん。はい。まあ、ただね、これね、ごま油だけじゃなくて、うん、あの、ごまを極めた会社ですから、はい、もう実は、あの、美味しいものから、健康食品まで、うん、これ幅広くごまを使った製品、もう様々な製品を、うん、通信販売されてるんですよ。それ案外知らないですよね。まあ、あの、このごま油というか有名ですけどね、通信販売もいろいろされてて、そんな角屋の通信販売利用されているお客さんから、うん、まあ、ごまをね、使った、美味しいお菓子をもっと作ってよと。お菓子を、お菓子を作ってほしいという、もう、まあ、美味しいごま油は、もうみんな使って、美味しいお菓子も作ってほしいというお声が来まして、じゃあ、それならばということで、角屋製油さんが完成させて、こちらも通信販売限定でお届けしているのが、今日ご紹介の角屋のごまかりんとう黒ごまでございます。はいはいはい。よかった、これできて。こう ね、美味しいんですよね。ありがとうございます。皆さんにも食べていただきたい。ちょっと普通のかりんとうとは違います。違います。うん、じゃあ、早速食べていきましょう。試食タイム、上品な紫色のね、そう、小袋に入っておりますので、これなんか差し上げるのにもいいんですよ、上品で。ちょっと指でね、袋開けてもらって、はい、うわー、いっぱい。いっぱい入ってます。入ってます、入ってます。これ開けたが最後なんです。もう、これがね、ほんま止まらへん。止まらない。じゃあ、いただきましょう。いただきます。はい、いただきます、うん。いや、いい音してる。うん。うん。おいしい。なあ、うわ、わあ、もう。このごまの、本当に。香り。ほんまにね、うん。ほんま香りがすごいですよね。これが、やっぱり、そんじょそこらのかりんとうとは、もう一味も二味も違うところですね。はい。噛めば噛むほどごまの。ごまの。でね、これ、あの、思ったよりもね、あの小粒の、そうですよね。一口サイズの、かりんとうでございます。多分皆さん想像されてるより小ぶりですよね。はい、小ぶりなのに、うん、このごまの香りが、うわぁ、出してくるっていう。だって見た目にも思いっきり黒ごまとかまぶってますもんね。もうまぶしてあるでしょ。で、
まあかりんとうですから、この蜜の味と、うん、そしてこの蜜の香ばしさと一緒に、うん、ごまの風味もふわっと広がって、うん、これもう食べ出したら止まらないという、止まらない、止まらないってことは甘さがない、本当に程よいから止まらないんですよ。そうやね、しつこくないですね、甘さもね、はい、ちょっともう食べ過ぎたわーっていうことがないですよ、うんうん、そうですよね、うん、食べ過ぎないっていうか、なんか後もあっさりしてるから、はいはい、また欲しくない。これだけごま使ってるんで体にいいと思いますよ、ほんまに。ですよね、はいはい、結構食べれてると思う。まあとにかくこの角屋のごまかりんとう黒ごまは、うんうんうん、はい、ごま三昧でございます。三昧、うん、なんと厳選した4種類のごまが使われております。4種類もう、もうただ単にそのごままぶしてるだけちゃいますよ。まず、かりんとうの生地。うん、生地に、ね、金ごまの入りごまとすりごまが使われています。うん、金ごまっていうのは、まあ、もう見るからにそう、やっぱり、はい、金色と言いますかね。黄金色の、はい、はい、ごまですよ、うん。それの入りごまとすりごまが使われておりまして。でね、外側の蜜、これかかったでしょ、蜜、うんうん、には、滑らかなペースト状の白ごまも。蜜にも、蜜にも使われてる。生地にも使われてる。そして仕上げに、黒のすりごまがこれたっぷりと、こう見えますよ。ね、こうまぶしてあるという。しかも、すりごまですから、うん、やっぱり吸った方が、香りとか旨味もね。だからこんなにふわっとね。増すんですけど、それはすごいやっぱり一手間になるわけですよ。うん。そう、吸ったりとか、いうことはね。うん。だから、でもそういうのをしっかりちゃんと丁寧にやってくれてる。だから、金ごま、金ありの、白ありの、黒あり。黒ありの。うん。オールスター。ごまのオールスター。うん。すごいな。はい。凝ってる。詰まったかりんとうという。ああ。いや、これね、かどやさんとタッグを組んで、かりんとうに仕上げた、こう、老舗のかりんとう屋さんと一緒にね、頑張って作ってるんですけど、まあ、そのかりんとう屋さんも、こんなごま使ったかりんとう作ったことがないと。ほんまに贅沢やもんな。贅沢ですよね。いや、こんだけごま使って、いや、ほんと。採算取れるのってまず思うんですよね。そうですよね。いや、ほんまに、ごまもね、高級なごま使ってますから、うん、いや、それぐらいやっぱり、角屋さんのごまへの情熱っていうのが詰まってましてね。で、ごまの配合の割合も結構難しいんだそうですよ。あ、そうか。もう、使えばええってもんじゃなくて、なるほど。実は、角屋的には、ごまをたっぷり使ってほしい、うん、いっぱいいっぱい使ってほしいんだけど、うん、ごま入れすぎると食感が硬くなってしまうの、はい、で、そんなごまをたっぷり使いたいという角屋さんと、うん、でもこのやっぱりかりんとうならではのカリッとかサクッとした心地いい食感に仕上げたい職人さん、まあまあ連日ね、苦戦しながら見事なはい。見事的に仕上げる。バランスやね、やっぱりね。やっぱそうなんですよ、バランスが。うん、だ硬すぎないし、柔らかすぎないし、うん、で、大きさもちょうどいいサイズだから、もう手軽にポリポリ、うん、カリカリと食べられますんで。これがもう、ね。もうちっちゃい子におやつあげようって言って、はい、はい、あーんしてって言って、うん、ちょうどちっちゃい子の口の中にパッと入れるよって言って。そうですね、そうですね。ちっちゃい子でも食べやすい。確かに、うん。よく見かけかけるカリンとってちょっと大きいですよ。これから歯取れるんちゃうかいう時の硬さもありますからね。グッといいけどもね、あれは。これだったら違う。ねえ、とてもいいサイズで。上品。でもそれこそお上品になんか、舞妓さんが食べせそうだね。そうですよね。おちょぼ口でも食べれそうちょうどいい。やっぱお茶受けにもいいじゃないですか、こういうのもね。上品の大きさです。まあ、2022年の6月にこれ完成して、うん発売になった。だからちょうど1年ぐらい。あ、まだ1年前ですよ。ね、この、はい、角屋のごまかりんとう、うんうん。で、通信販売限定でのお届けにもかかわらず、うん初回生産分がなんと3日で完売したという。うん、すごい。で、慌てて、こんな売れるのって言うて。すごいね。追加生産分を手配したほどの大人気商品。いや、それは売れるよ、これ。売れますね。美味しいもん。売れますわ。うんお客さんからも、もう、かりんとう好きの私はすぐに買い求めました。うん、もう、ごまの風味、硬さもちょうど良くって、
入れ歯の母も喜んで口にしてくれました。わかる、うちの母も食べてました。あ、食べれてます、うん、あ、うんうん、もう止まらないので小分けして食べていますという。わかる。わかりますね。あとこのごまかりんとうを買って友達にもあげました、うん、もう友達がとても美味しいと言ってくれました、うんうん、油っぽくないし、そうなんよ、ね、うん、サクサクしてとても美味しいと申しております、うん、また注文したいと思いますという。はい。さらにはごまかりんとうが届いた日、茶の間に空っぽの袋がありました。あっという間に一袋がなくなったからです。あれもうあらへんわ。食べやすく美味しい、体にいい、うん、やっぱり注文してよかったです、また注文しますという、うん、そんなお声がたくさん届いております。リピーターすごいんじゃないですか、ね、そうなんですよね。まあこのごまを極めた、うん、この門谷製油が作ったごまだらけのかりんとうだらけですね。この特徴がいいですよね。本当にぜひ皆さんのおやつにもいかがでしょうか、はい、ぜひぜひ。でこれあのまあ紫色の小袋にそのかりんとうが入ってるんですけど、うん、ねその袋を箱に入れてます、はい、あのこの箱もね、うん、ちょっと和柄で上品な、箱でして、普通箱代取られても致し方ないくらいの箱ですよ、ね、うん、はい、これ贈り物にもね、うん、本当にいいですし、うん、あとちょっとしたお返しとかにも、そうそう、それも本当にちょうどいい、これ喜ばれること間違いないですね、うん、この袋はいくつ入ってるの、その箱に。あ、これね一箱、うん、3袋入ってます。あ、2袋、そう、60g、はい、かりんとう 60g 入りの袋が、うん、まあ、2袋入って、うん、1箱、うん、ということなので、はい、まあこれちょっとね、皆さんぜひ、ただの食べ過ぎちゃうのだけは注意してほしいんですけども、ね、さあ、いきますよ。気になるのはお値段です。はい。老舗のごま屋、門谷製油が作ったとっておきのお菓子、これ通信販売限定です、はい、門谷のごまかりんとう黒ごまは 60g 入りの袋が2袋3袋入って1箱というお値段が、はい、こちら通常価格税込み、うん、1490円です。それでいいです。安いよ。それは、こんだけ贅沢な、ねえ、もうね、ごまたっぷりのお菓子なのに、本当に、いや、お値打ち。なんですが、これ3箱以上、うん、この3袋入った1箱を3箱以上ご購入の場合、はい、1箱あたりなんと 10% 割引いたしまして、1296円。ありがとうございます。さらに送料無料でお届けします。送料無料ですよ。本当買っといた方がいいですよ。まあ、そうでしょう。僕、うん、でしょ、ね、気持ちもします。だって、それで通信販売限定の商品ですけど、通信販売でやっぱり気になるのは送料ですけど、送料無料だったらもう間違いなくこれ、いやもうお得やし。ね、差し上げてもいいし、まあ、喜ばれますよ。保証します。すぐなくなります。はい、このお値段はほんま、門谷製油の社員さんもびっくりの価格なんで、うん、ほんま聞き逃さんでならではなので、はい、ぜひ、この機会に5箱でも、10箱でもご購入ください。いいですね、3箱以上やったらもう大丈夫だから。大丈夫なんや。すごい。はい。買えるときに買っときましょう。買っとこう。さあ、お問い合わせの番号、こちらなので、メモだけ忘れないでください。はい、いきますよ。フリーダイヤルです。0120-50-5584。はい。もう一回言いますよ。はい。0120-50-5584。門谷製油でございます。かりんとうちょうだいと、うん、いっぱいね送ってもらってください。ほんと、はい、たくさんのお電話お待ちしております。以上、聞き逃さんデーのコーナーでした。のぶりんの熱々ふうふう AM1179 FM906 MBS ラジオからお送りしています。さあ、それではここでのぶりんあのねのコーナーに行ってみたいと思います。はい、今日は神戸市にお住まいのラジオネーム眠たいじいじさん、63歳の方からいただきました。うん、のぶりんあのね、うん、最近一番疲れたことって何ですか？一番疲れたこと、ゴールデンウィークに孫が泊まりに来たのですが、はあ、孫と一日中遊んで疲れて寝ている私の上に孫が乗ってきて、じいじ起きてと
爆睡している私を起こしに来ました、うん、もうちょっとでいいから寝かせてほしかったですね。孫は可愛いですが怪我をさせたらいけないし気を使うので孫が来るとどっと疲れますね。2日間孫の世話に明け暮れたじいじでした。あー、わかるわ、ね、嬉しい嬉しいけど疲れる。可愛いやんか、可愛いから相手してあげたいんだけどもずっととってしんどいねんな。体力に限界くるんですよね。くるんよね。わかりますね。のぶろさん、最近疲れたことあります？最近ですか？うん。疲れ知らずな感じですけど。そうですよね。あんまり疲れないんです。あ、この間ね、ゴルフ番組でね、はい、うん、小学校5年生と中学校1年生の、はい、お姉ちゃんと妹さんの、うんうん、この二人が、もうすごいゴルフが上手な人なんですよ。ゴルフ番組で、原田信郎の目指せパーゴルフという番組なんですけどね。うん、はい。それ、子供さんが、うまい子供さんゲスト。そうなんです。ところがね、うん、ゴルフね、むちゃくちゃうまいんですけども、うん、なんかインタビューで話をしたいじゃないですか。喋、うんうん、ってくれないんです。子供さんですからね。やっぱりテレビで撮影されてますから。ああ、そうか。ほら、もうドライバーとか、プシャーって打つんですよ。そうなんだ。240ヤードぐらい飛ぶんです。中学1年生で。すごい。すごいでしょ？へえ。だからもう世界に、日本を代表して世界に出ていくような人たち、はい、人たちなんですよ。そういうことですね。で、もちろんもう将来は、プロゴルファー、プロゴルファーになって、世界で活躍したいっていう夢を持ってる人なんですよ。そうなんです、ね。そんな話も聞きたいじゃないですか。将来の夢はって言ったら、って笑うだけで、喋ってくれよそれが一日続くんですよ。一日で1ヶ月分取るんですよ。そうですよね。疲れる、疲れる。そうなんです。そらしょうがないけどね、引き出さないといけないし。そうそうそう。ということで、眠たいじいじさんいかがでしたでしょうか、はい、眠たいじいじさんにも、のぶりんの書、直筆サイン入りのクリアファイル、かわいいの届きますので、待っていてください。はい。さあ、ここでですね。はい。お知らせがあるんです。そうなんです、皆さん。あのねのねデビュー50周年を記念したイベント。うん。神戸ライブ&クルージングの開催が決定いたしました。いやー、もうね、もうね、本当に。みんな喜ぶ、と思います。神戸でもやってほしい。ねえ、もう京都があったように売れ切れて。はい。みんな待ってますもんね。そうなんですよ。よかった、これ。京都で、やるんですけど、6月にね。はい。でも7月になると、ちょっと、うん、船の中でやってみようかということで。素敵じゃないですか、これ。7月の23日日曜日。はい。会場がその船は神戸シーバスボーボー神戸。はい。という船の上で。そうなんです。されるということなんですね。3階あるんですけどね、その船ね。すごい素敵。ほら、もうポートタワーってあるじゃないですか。はいはい、ありますよね。あそこにね、こう泊まってるんですけども。で、そこに皆さん集まっていただきまして、この船に、はい、乗ります、うん。これは中戸って中央ターミナルの5番乗り場にですね、はい、その船があります。はい、わかります。で、4時に乗りまして、4時半にライブをまずします。おわお。船が止まったまんま。止まったまんまライブが始まる。そうです。はい。うん、で、5時半出港いたしまして、おはい。そして、神戸港60分クルーズというのがあります。うわー、これを皆さんと一緒に。うわー、素敵。船に乗って。これちょっと夕方の涼しい風をこう感じながら。もちろんです。いやー、いいですね。神戸空港からね、飛行機が見られるしね。あの辺綺麗ですもんね。綺麗ですよ。またね、海から見る神戸の山とかも綺麗なんですよ。いや、本当ですよね。じゃあ、だんだん夕方にこうかけてね。はい。夜景じゃないですか。明かりがつき出すみたいな。そうです。そうです。7月の23日。はい。いいでしょ。いや、もう。クルージングですよ。クルージング。はい。のぶろうさんと一緒に、はい、あのねねと一緒に、はい、ぜひ皆さん行ってください。はい。料金なんですが、のぶろうさん。はい。おいくらですか？これボーボー神戸のクルーズ付きで、うん。66,000円のところ、6,600円。ですが、ですが、6600円。さすが、この番組。
この番組だけじゃないですけど。すいません。最初から6600円やったんですけど、ちょっとこの番組風に言ってしまいました。6600円税込みでございます、はい。これクルーズ付きですもんね。そうです。あの値段でのコンサートもクルーズもついてこの値段なんです。そうですよ。めちゃくちゃ安いと思います。安いですよ。ぜひぜひ皆さん行ってください。全席自由席で、お申し込み順に、乗船、乗り込んでいただく。そうですね。ということですよね。はい。で、定員になり次第締め切りになりますので、ぜひお早めにお申し込みください。ご予約は、6月2日の金曜日の午後1時からスタート。はい、そうなんです。はい。まだですね。今日はまだですね。はい。6月2日金曜日の午後1時から予約受付開始ということで、あのねのね50周年コンサートか、のぶりんチャンネルで検索していただくと申し込み方法が出てくると。はい。いうことですよね。そうです。うわ、楽しみ。6月の2日金曜日1時から予約受付開始でございます。はい。はい、皆さんぜひね、チェックしてください。はい。皆さんと一緒に、50周年。またね、また京都と違う趣があっていいですよね。そうですよ、ね、もう本当神戸らしくってね、皆さんで楽しめたらいいですね、はい、そしてさらにお知らせなんですけれども、はい、あのねのねデビュー50周年も記念した京都の話はあのねのねという1時間の特別番組を本日の夕方6時からお聞きの MBS ラジオで放送いたします。はい。これどんななんですか。京都のね、京町屋というところをスタジオから飛び出しまして、いや素晴らしい、京町屋の中で畳の上でお話をいろいろと、あのねのねにとって思い出深い京都の名所、町の歴史や魅力を交えて楽しくご紹介しております、はい、いやこれもむちゃくちゃ楽しみです。今日の夕方6時からですよね。そうです。はい、京都の話はあのねのねもぜひ皆さん聞いてください。はい、ということでそろそろお時間ですね。はい、はい、皆さんも私のウフフのコーナー、ふっと笑ってしまったエピソードをお寄せください。こちらはのぶりんの書直筆サイン入りクリアファイルプレゼントいたします。思い出夫婦のコーナーは人生の思い出にまつわる曲のリクエストです。こちらはお肉を狙ってください。はい、お待ちしております。お別れの時間が来ました。お相手は原田信郎と遠藤信子でした。それではまた来週です。ごきげんよう。さようなら。この番組はバリューネットワーク生豆腐の藤田食品の提供でお送りしました。